黒川茜、バチボコに燃えてるわね。まああの内容なら当然なんだけど、あんたには想像もできないでしょうね。それは人生が終わったと錯覚するほどよ。50人が死んでるってことは、その10倍はギリギリ死ななかったけど死ぬほどの思いをした人がいるって。お兄ちゃん言ってた。嘘は自分を守る最大の手段だって。言えてみようね。みんな自分だけは例外って思いながら、しっかり人を追い込んでるのよ。なくて七癖、あって四十八癖って言うでしょ。誰だって少なからず難は。